国分寺駅。国分寺駅は、東京都国分寺市本町2丁目にある、東日本旅客鉄道、JR 東日本、西武鉄道の駅である。JR 東日本の中央本線と、西武鉄道の国分寺線、多摩湖線の2車3路線が乗り入れ、接続駅となっている。中央本線は当駅を含む区間は、運行系統上は、中央線と案内される。 運転形態の詳細については、該当記事を参照のこと。特急、スーパーあずさ、あずさ、開示は、すべてあたり駅を通過していが、早朝、深夜の成田エクスプレスは停車する。西武鉄道の2路線は、双方とも当駅を起点としている。JR 東日本と西武で、同一の共状駅舎を使用している。駅、ビル、 セレオ国分寺の建物の1階と一体化した自由通路に面して西、西国分寺、小井学部より側に JR と西部の改札が並び、改札の両側に JR、西部の自動券売機及び JR の指定席券売機も設置されている。西部の友人窓口は自動券売機の横にある。自由通路を挟んで東側に JR の緑の窓口、 ユープラザ及び西部国分寺線につながる改札がある。改札内西側コンコースには、JR 東日本と西部との乗り換え改札がある。島式ホーム2面4線を有する地上駅である。上下線双方とも対比線を備えている。快速、各駅停車が対比線に侵入し、通勤特、会、平日朝、上りのみ、中央特会、高梅特会。 通勤快速、平日夕方引く夜間の下りのみと接続するほか、特急列車の通過待ちが行われている。また、新宿方面へは折り返し運転が可能となっており、当駅始発、終点の列車も数本設定されている。出店、JR 東日本、駅構内図。かつて、当駅は、中央本線の支線である、下河原線の始発駅でもあった。 下川ら線ホームは廃止時点で、島式ホーム一面二線、旧4.5番線で、国分寺線ホーム、旧1番線や中央線ホーム、旧2.3番線とは、貨物ヤードを挟んでやや離れた場所にあった。また、北府中側には、国鉄の教育施設だった、中央鉄道学園への引き込み線が存在していた。ホーム有効長が短く、ラッシュ時は、 北府中法の一両をドアカットしていた。1973年、武蔵野線の開業で当駅北府中駅、東京競馬場前駅間が廃止、1976年に残りの北府中駅、下河原駅間の貨物線も廃止されたが、下河原線ホームはそのまま残されていた。しかし、1988年の駅改良工事時に、 構内ははは、大きく改変されたため、現在でで下川線の痕跡を見つけることは困難である。こと困難あ国分寺線の乗り場は JR のホームの北側に、多摩湖線の乗り場は改札外の脇、北西方向に離れ、それぞれ一致している。共に短式ホーム一面一線を有する地上駅であるが、国分寺線ホームは島式ホームの片面を使用する形であり、 将来的な一面に戦火を見越した構造となっている。改札口は2カ所ある。1カ所は JR と並んだ友人通路設置。もう1カ所は向かい側のニューデイズ横にある自動改札機のみ設置で国分寺線ホームのみに連絡。駅舎改築前の日本国有鉄道、国鉄時代は国分寺線と中央本線の線路がつながっており。 1976年、昭和51年に、武蔵野線新秋津駅池袋線、所沢駅間の連絡線が開業するまで、貨物列車の受け渡しが割れていた。輸送品目は、ブリジストン東京工場向けの原料のカーボンブラック、小平市を運んでいた旭カーボン CU の補機6900型と所沢への日用品を呼び、航空自衛隊イルマ基地へのジェット部品などあった。また、 後部鉄道、川越鉄道時代は、飯田城駅からの直通列車も運転されていた。玉子線はかつて17メートル急車両3両編成、もしくは20メートル急車両2両編成しか入線できなかったが、後の改良で現在のホーム形態になった。かつては、現在の北口付近にホームがあり、西武バス折り返し場付近から線路がカーブしていた。カーブの名残は、 道線ホーム脇の建物や駅北口にある広告看板の地図に見られる。なお、道線を伏線化して現在のホームの反対側まで線路を付設する構想があったが結局実現には至らず、その用地は西武バス専用道路、寺61、寺 64, 寺71系統が使用に転用されている。駅改良工事完成時に 西武線と JR 線の間に乗り換え、専用改札が設けられた。駅改良工事以前は、西武線のホームの管理は、国鉄 JR が行っていた。駅改良工事後に、西武側にも、駅務室が設けられ、以後ホームの管理は個別で行われることになった。今後2020年度を目途に、ホームドアの整備を計画している。 駅番号は両路線で個別に与えられていて、国分寺線は SK01、多摩湖線は ST01 となる。6番ホームは、かつてホーム移設前の多摩湖線のホームとして、使用されていた。現在は、国分寺線ホームの2線化の用地という形で、欠番となっている。以前は、多摩湖線のホームが0番線であった。駅開業当時に、駅本屋が、 国分寺線側にあったため、それを一番線として、南側の中央線方向に番号を割り振った。しかし、後に乗り入れた、玉子線ホームが、国分寺線の北側に設置されたことから、零番線という措置が取られた。その後二線化の際に、下河原線の追い番の六点七番線に改められ、さらにホーム延長で七番線のみとなり、駅改良後も引き継がれている。また、 駅改良工事が行われる以前は、玉子線ホーム入口に中間改札が設けられていた。各年度の1日平均乗降人員は、下表の通り。各年度の1日平均乗車人員は、下表の通り。自由通路から少し下がったところに小さい、駅前広場があり路線バスとタクシー乗り場があった。周辺は、昔ながらの商店街であった。 その後再開発が行われ、2018年4月に、駅ビルシティタワー、国分寺雑院ウエスト、イーストが連結。低層階に、三越伊勢丹プロパティデザインが新業態の商業施設、三越国分寺を開業さた。自由通路に面して、駅、ビル、セレオ国分寺、丸い国分寺の入り口がある。駅前広場は狭く、 こちらも自由通路から少し下がっている。タクシー乗り場はあるが、バス乗り場は左へ少し行ったところと、広場向かい側になっている。駅のすぐ周辺や滝久保通り沿いは、商店が目立つ。殿が八つ庭園や団地が隣接し、その先が国分寺崖線、玉川の崖、貸し団急崖となって一段下がっていることもあって、駅から少し離れると、住宅地である。 駅前広場向かい側の乗り場から、西方面の路線、コミュニティバス、分、バスと、駅南口を出て左、東側へ、約100メートル、とのが、八津庭園向かいの乗り場から東、南方面の路線が発着する。分バス以外の全路線が、立川バス浄水営業所によって運行される。西武バス小平営業所が運行する路線が、発着する。 西部多摩湖線ホーム脇に設けられた折り返し場から発車する。折り返し場を出ると同線に沿ったバス専用道路、同線複線化用地を、天洋を走行するが特徴である。かつては、国分寺車庫停留所と称した。北口から歩いて5分ほどのところにある通称、創日通り南側の森薬局前から、銀河鉄道が運行する路線が発着する。本町。 南町地域センターの前、楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。